Hello, everybody, this is Hua, and you're watching Hua's Anything Playable, and this is Playing Mafia 3 with Talking About Nothing to Do with the Game. はい、こんばんは、皆さん、関係ない話のお時間でございます。ですね、では関係ない話をしながらマフィア3やっていきましょう。Hey, 3!20 分だったら教えて。はい、では関係ない話をし、今回もやっていきたいと思います。ですね、今回はですね、映画バンブルビー、のお話をさせていただきたいと思います。ですね、映画バンブルビー見てきましたので、そうですね、とりあえず映画バンブルビー、評価の事前にネットの評価をですね、だいぶ見て、まあ最初からこうそまあ見ようと思った感じだな。まあ見たいとは思ったんですけども、あの映画館に見に行くかどうかっては結構迷ってたところではあるんですけども、だいぶ評価が高いということで、見に行きましてですね、まあ映画バンブルビー、基本まあ基本情報としてはですね、あのトランスフォーマー、映画トランスフォーマーシリーズですね、マイケル・ベイ監督の、トランスフォーマーシリーズのスピンオフ、トランスフォーマーのバンブルビーを、主人公とした、主人公だね、まあ、主人公はどちらかというと、女の子チャーリーが、主人公ではあるんですけども、まあバンブルビーの、スピンオフ作品ということでですね、まあどんなもんかなという感じですけども、評価ではですね、トランスフォーマー好きな人も満足だし、トランスフォーマー、あの映画シリーズのみならず今までのトランスフォーマー、過去のね、アニメ版のね、第1作目、戦い超ロボット生命体トランスフォーマーが好きな人も、満足だし、全くトランスフォーマーを知らない人、それこそ映画もアニメも全然知らない人が見ても超満足という、評価だったので、見に行ったわけですけども、まあまあ結論から言えばね、その通り、非常に満足な出来栄えですけども、僕はですね、基本的には、昔の、最初のね、戦い超ロボット生命でトランスフォーマー、アニメ版ですねの、まあがっつり見てた世代なので、その目線で、まあ、ちょっと今回はその目線のお話をさせていただきたいと思います。ちょっと2回3回2回かなに分けて、とりあえずトランスフォーマー世代目線の話と、全然トランスフォーマー世代と関係ない目線のお話を、で2回に分けたいと思いますので、今回は、がっつりトランスフォーマー、最初のねトランスフォーマーをすんごい見てた、世代のお話ですね。まあ結論から言えばね、トランスフォーマー、そのまあ皆さんも結構そのトランスフォーマー世代、見てた方からするとですね、まあこんなトランスフォーマーが見たかったと。まあ、今回のお話はね、だからあれですよ、以前にそのジュラシックワールドのお話をさせていただいたと思うんですけども、あの時にこうまあがっつり恐竜の名前とかを、ガンガン出していって、ネタバレかっこ笑いみたいな感じでやってみましたけども、まあ皆さんついてこれなかったでしょうと、いうや、回やりましたけども、あれにちょっと近いところあるかもしれないので、まあ今回はそんな感じです。トランスフォーマーを知ってる世代の人間としての喋りになりますんで、まあ今回のことに、ついてこれなくても次回は、ちゃんとそれ以外の方向けにもお話も、しますんで、問題ないというか、心配しないで、安心してくださいという感じですけども、はい、今回ですね、バンブルビーの、舞台がですね、1987年ですね、まあ
映画、実写版映画のそのトランスフォーマーで、よりも前の、時代で、実際にバンブルビーが地球に、来た頃のお話ということですね。1987年が、選ばれていますけども、1987年がどういう時代かというとですね、まあ、世間的なものじゃなくて、なんていうかな、トランスフォーマー・ザ・ムービーっていう、映画がありまして、G1、ジェネレーション1、俗に、G1、G1 に入るのかな？一応 G1 なんですけども、シーズン、アニメ版のですね、シーズン2と、3の間の、物語でして、トランスフォーマーズムービーってね、ちょうど、コンボイシレ、オプティマスプライムがですね、映画の中でこう、死んでですね、マトリックスという、司令官のその、力をですね、プライムの力をですね、次の世代の、映画の中だと、まあ、ホットロディマスに、受け継ぐという、ストーリー。まあ、本当はね、ウルトラマグナスに受け継ぐはずだったんですけども、ひょんなことによってこう、ホットロディマスというか、ホットロット、その時点ではホットロットなんですけども、マトリックスを受け継いでホットロディマスになるんですけども、それにこう受け継ぐ、という世代交代の、お話ですね。まあ、それがこう、放映というか上映、映画で上映されたのが、1986年なので、1987年はだからちょうどその頃の、だからそんな映画がやった頃の、まあ、今回、なんていうかな、その頃にこう上映してそうな感じの映画になっております。物語的にそのアニメ版とその映画版につながりがあるわけじゃないんですけども、つながりっていうか、そのなんていうの、物語上の、つながりはないんですけども、それぞれ独立したやつになってますけども、だいぶね、その、なんていうかな、その頃の、その頃多分この実写映画版トランスフォーマーを作ってたらこんな感じになるんじゃないかなという感じになってますね。CG のクオリティとかは全然今風ですよ、当然。当時、当然その CG とかでそんな表現は無理でしょうけども、1986年、なんだろう、ターミネーターとかがやった頃かな。ターミネーターがあれが最新の CG を、駆使しまくってあれだから、あれって別に悪く意味じゃないんですけどもね。まあ、まあ、今回のバンブルビーはそんな感じで、本当最新の、CG を駆使してますけども、なんかそれは CG はさておき、映画としてはですね、その頃の、まあ、映画っぽい感じになってますね。なんで物語もね、意外とそんな感じなので、当時のその、当時の映画っぽい、当時のトランスフォーマー映画っていう感じ、マイケル・ベイ監督が作ってるトランスフォーマーって結構今風でして、なんていうかな、まあ、結局僕最後の決勝とまだ見てないんですけども、あれだと割とこう我々のなんかのためにこう人類を、全滅させるみたいな感じの、キャッチコピーになってますけども、だからちょっとなんか穏やかじゃない感じのキャッチコピーになってますけども、今回のバンブルビー、スピンオフに関しては、まあ、そんな穏やかじゃない感じじゃなくて、もっと、分かりやすくね、その当時の ET とかに近い感じの、映画ですね。なんかこう、ちゃんと、トランスフォーマーとか味方っていうか、まあ、バンブルビーが味方、バンブルビーとその、少女、地球人の少女チャーリーの、まあ、交流みたいな感じの映画なんですけども、
まあもともとね、バンブルビーっていうのはこうアニメ版の頃から、まあちょっと映画版になってくると、あの戦士バンブルビーではあるんですけども、もともとのバンブルビーはあのトランスフォーマー界きっての癒し系ポジション、癒しポジションなので、どっちかというと戦闘向けじゃない、もっとこう友達、あの地球人の友達ポジションなのはもう最初からそうなんで、まあそのバンブルビーを、主人公に、据えた時点で、まあそんなあんまりこう血なまぐさいマックスな、まあ映画バンブルビーの中で戦いますけどね、バンブルビーと敵のトランスフォーマーと戦ったりはしますけども、血なまぐささっていうのはこうだいぶ減るかっていうのは、まあ最初からなんとなくそんな気は、しましたけども、まあ実際その通りになってますね。非常にどちらかというと温かみのある、物語になっております。で、まあトラビス・ナイト監督がですね、非常にもともとの G1 世代の最初のですね、あの戦い超ロボット、生命体トランスフォーマーの頃の、大ファンということで、思い入れが強いということでですね、それはひしひしと感じる感じになっております。ですね、冒頭3分間がですね、地球に来る前のその、オートボット軍と、ディセプトコン軍の、戦い戦争の画面から始まるんですけども、なんかな、そのほぼですね、あれですね、アニメ版の戦い超ロボット生命体、トランスフォーマーの第1話のほぼリメイクみたいな、3分間でして、出てくるトランスフォーマーもそのデザインも一目で分かるような感じになってますしね。まあ、具体的に言えば、ここから、あれですね、マニアっていうか、別に僕もマニアなわけじゃないですけども、知ってる世代向けなお話になってきますけども、最初のシーンで出てくる、まあ、コンボイ司令、オプティマス、司令はまあ皆さん分かる通りだと思うんですけども、その他にも、クリフジャンパー、アイアンハイトとか、リジェとかフォイルジャックとか、あとアーシー出てきますね。アーシーは、トランスフォーマーザムービーに出てきて、その次の世代のトランスフォーマーの、仲間ではあるんですけども、そのアーシー、ピンク色の、女性型のロボット、トランスフォーマーですけども、で敵側ですね、ディセプティコン側 ではですね、サウンドウェーブが出てきて、サウンドウェーブ、スタースクリーム、レーザーウェーブとかがこう出てきましてですね、非常にこう分かりやすい形で出てきますね。本当になんだろうね、なんかそのシーンだけというか、本当にアニメ版の、リメイクって言っても おかしくないような感じになってますね。まあ、元々のね、映画版、トランスフォーマー、もう、一応、なんていうかな、アニメ版のキャラがリファインはされてるんですけども、めちゃめちゃこう、リファインされまくってますんで、割と、キャラによっては、その自分がこう、映画の中で名乗らないと、どのキャラクター、名乗らないとっていうか、誰って誰かに言ってくれないと、元々の、ネタがわからないような、メガトロンとかは、本当に、ちなみにメガトロンバンブルビーに出てこないですけども、なぜか、言わないとわからない、メガトロンになってますけどね。まあ、今回のバンブルビーに関しては、がっつり、第一世代のデザインがこうめちゃめちゃ出てますんで、非常になんていうかな、わかりやすいというか、非常にトラビス・ナイトのさんのこの、なんだ、トランスフォーマー好きが分かるところとしてはですね、あれなんですよ、その冒頭 の、のセイバトロン星、まあ、サイバトロン星の戦いのシーンで、
スタースプリームのチーム、あのデストロン軍のスタースプリームのチーム、スタースプリームとかサイドワインダーとか、あとなんだっけな、名前忘れましたけども、の3体の、戦闘機に変形するチームがいるんですけども、F14 かな、F14 にこの変形する、3体のチームがいるんですけども、この、ロボットたち、あのトランスフォーマーたちがですね、アニメ版第1話でですね、変形するのが、まあ、ちょっと設定おさらいしますとですね、トランスフォーマーたちは、まあ、アニメ版もそうなん、あの映画版も一緒なんですけども、変形する先の乗り物がですね、実際にスキャン し、してデータを、取り込んだ、乗り物にしか変形できないわけなんですね。なので、映画版第1話も、映画版までじゃない、映画版の冒頭3分間も、バンブルビーのね、バンブルビーの映画冒頭3分間も、アニメ版の、第1話の、聖パトロン製の、戦争のシーンもですね、地球の乗り物はまだスキャンしてない状態なので、地球の乗り物には変形できない状態なんですね。で、映画版バンブルビーでこのその、スタースクリームの、戦闘機チームの、変形する、先がですね、宇宙戦闘機みたいな感じのやつ、三角形の、宇宙戦闘機的な感じのやつに変形するんですけども、これアニメ版の第1話でそのスタースクリームチームがこう変形したやつとね、まあ近い感じでそこまでフィーチャーされてるというね、芸の細かさ、これはね、本当にトラビス・ナイト監督がですね、まあ僕もですね、だいぶ、第1話な、再放送、してたのだ、見てますんで、知ってるんですけども、その第1話を、見てないと分かんない、ネタですので、ここら辺芸細かいなっていう感じですね。で、あと、ね、主人公チャーリーが、崖からこの、なんだ、飛び込み競技じゃないけど、なんか、飛び込んでって勇気を、なんか見せるゲームじゃないけど、みたいなやつを吹っかけられるわけですよ。なんか嫌な感じのやつから、嫌な感じの男からね。吹っかけられるシーンでですね、その背中を押すためにですね、バンブルビーがかけた、曲がですね、ザ・タッチっていう曲なんですけども、ザ・タッチってお笑い芸人のその双子のお笑い芸人じゃなくてね、同じ名前ではありますけども、ザ・タッチっていう曲がありまして、この曲っていうのはですね、トランスフォーマー・ザ・ムービー、先ほど言ったトランスフォーマーザムービーの挿入歌で、ウルトラマグナスが、じゃあってウルトラマグナスじゃってホットロディマスがですね、ガルバトロンに、ちょっと戦ってる時に押されてるんですけども、コンボイから受け取ったマトリックスが、力を解放して、反撃に転じる時に流れる曲でして、非常に僕ら的には、思い入れの強い、曲なんですけども、あ、ちなみにトランスフォーマーザムービーって、その僕はアメリカ住んでた時にこの、当時に現地のそのワシントン DC の映画館に見に行った映画で、まあ全編英語で見てるんですけども、前にも言ったと思うんですけども、日本では、非上映の、映画でして、非公開じゃないんだけどね、トランスフォーマーザ・ヘッドマスターズの、VHS のボックスの中での、特典として全部こう、まあ、当時から吹き替えとかは全部その完了してて、諸事情により上映ができなかった、作品ですので、別にそのちゃんと上映予定もあったんですけども、まあ諸事情で上映が、されなかった作品でして、作品としても上映準備はできてるんで、まあ実際いつ
また出てもおかしくはないんですけども、現時点ではその、トランスフォーマーヘッドマスターズの、VHS のボックスでしかなくて DVD にもなってない作品ですので、今見るにはなんかこうどっかにあのネットに落ちてたりするのかな。英語版はね、あの YouTube になんかありましたけどね、フルで。昔は日本語版、昔ちょっと前までは日本語版のやつもうフルでこう YouTube に上がったり しましたけども、それ今でもあんのかな。まあ、消されたりしてるんじゃないかなって気もしますけども、まあそんな作品ですので、まあ見かけたら本当消されないうちにあの皆さん、ご覧いただけたらと思うんですけども、だいぶね、1980年代らしい、気持ちのいい作品になってます。なんかね、あんまりこう僕解雇主義じゃないんで、その昔のやつの方がいいっていう風な言い方っていうのはあんまりしたくない人なんですけども、まあね、なんていうかそういったあれに関して、あもちろん複雑な物語とかの良さっていうのもあるんですけども、いわゆるそのね、一筋縄じゃいかない感じのやつ、さっきの、トランスフォーマーの、最後の騎士王のキャッチフレーズに、なんだっけ、未来のためだっけかなんかのためにこう人類を、滅亡させるっていうことを、キャッチフレーズとかでありました、キャッチコピーかでありましたけども、そういう複雑な、物語っていうものが嫌いなわけじゃないんですけども、それ一辺倒じゃなくてね、そういうんじゃない、もっと、あビートルが、いいタイミングでビートルがありますけども、これビートルだよな。バンブルビー、これ乗ってっかな。はい、まあ、そんな感じでね、そういった、良さも当然あるんですけども、そういうんじゃない、もっとね、シンプルな良さ、としての、今回のバンブルビーっていうのはね、まあ、待って、その前にトランスフォーマーザムービーか、トランスフォーマーザムービーもそのシンプルな、1980年代らしい、良さっていうのがありますんで、まあまあまあ、機会があったら皆さんご覧いただけたら、非常に、いいかと思いますけども。そう、トラビス・ナイト監督のですね、そのいわゆるトランスフォーマー愛が非常に詰まった、バンブルビーですね。あ、ただね、その冒頭のそのなんていうかな、いわゆる今僕その G1 目線ジェネレーション1のその、アニメ版のトランスフォーマーの、まあ、がっつりその見てた世代の目線として話してますけども、この話し方をするとね、全然その、知らない世代からすると全然ついていけないような作品なのかというと、そうでもなくてですね、あそうではなくて、全くそんなことはなくて、冒頭のそのいわゆる、セイバトロン戦の戦い ではですね、実際にそんだけその G1 世代のそのトランスフォーマーが、ちゃんとそれと分かるように出てはくるんですけども、ぶっちゃけ分かる人にだけ分かればいいレベルでして、なんていうかな、そこに出てくるトランスフォーマーがガンガン本編でも、本編というかその、物語の導入以降も出てきて、ガンガン絡んできてっていうお話じゃないので、全然その後のところはね、普通に、なんていうかな、その後、それ以降のところでも出てくるわけじゃないんで、全然、知らなくても問題ない、わけですよ。なんていうかな、なんて言えばいいんだろう。説明が難しいな。なんて言えばいいのかな。まあだから本当にあれと一緒ですね。ジュラシックワールドとかと一緒で、恐竜それぞれの恐竜名とかをこう知ってる人からすれば非常にあそこで
カルノタウルスがさとかっていう話になると思うんですけども、別に恐竜の名前をこう知らなくても作品として成り立ってますでしょ。でいちいちその細かく出てくる恐竜がなんだっていう説明出てこない でございましょう。出てきても面白いかもしれないけどね。なんか字幕じゃないけどそのキャプションかなんかでこう、アロサウルスだとかそういったあれがこう出てきてもそれはそれで楽しめるのかと思うんですけども、まあなきゃないで別に、ね、成り立ってると同じような感じでそれぞれのトランスフォーマーの名前がこう分かんなくても冒頭のただ3分間のだけなので別に、そこでのトランス出てくるトランスフォーマーの名前がこう知らないから、話についていけないっていうことは全くない、ことになりますんで、そこは安心していただけたらと思います。はい、まあ、そんな感じの、トラビス・ナイト監督のね愛のあふれる、トランスフォーマー愛のあふれるバンブルビーですけども、まあそんな感じでトランスフォーマー第一世代の、まあ、あのファンとしては、非常にありがたい、作品となっておりました。まあね、今回はまあその G1 世代の、から見たトランスフォーマーの話、まあ、バンブルビーのお話させていただきましたけども、次回、ですね、はですね、まあ、もっと映画のなんだろうな、実際でも俺話したのって冒頭3分間の話しか今回はしてないに近いですからね、プラスアルファぐらいのところでね、まあ次回そのもっと、本編というかその本内容にの中の話とかね、まあ必然的に G1 以外のね、そういった、トランスフォーマーを知らない人とかでも、まあ、知らない人向けってわけじゃないですけども、それ以外の方にも、分かっていただけるような話をで多分次回、させていただくかと思います。ではですね、今回、ここまでにさせていただきましょうか。いかがでしたでしょうか。ではですね、また、また、そうですね。今回、ここまでさせていただきます。ではまた次回お会いしましょう。Thanks for watching this program was brought to you by Hiya. See you next time. ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。